の段違い平行棒、高い得点が出ています。この選手もオリジナルの技がありますから。バックケーランです。これですね。あ、これです。ゲイロードです。背面の車輪ですね。ガチェフ高いですね。姿勢決定もないです。さあ、そしてフィニッシュはあっと左足が一歩前に出てしまいましたが、伸身のダブル宙返り。バクケーランは本当に美しく演技をしますね、はい、もう去年ドキドキして見ていたゲイロードももう安定して安心して見てられますね。このゲイロードを練習しているときにバッケーランは前の歯を折ってしまったそうです。これが大きなトカチェフトビコス。やはりあの去年より身長が伸びたから非常にこの段違い平行棒なんか大きさが出てきましたよね。ここですね。前に宙返りをしながらバーを飛び越して再び持つという、まあ、非常に難しい技なんですけれども、最近は非常に安定感が増してきましたね。そして伸身姿勢、惜しかったですね。ちょっと前に一歩出てしまって。バックケーラン、中国はこの段違い平行棒 9.80 という得点です。 9.80。 リュウセン